バンカ、そろそろかけてくると思ったぞ。ああ、クルガ戦士団、ハサン副頭目の娘、フェリーダ・アルファイド。アイゼンシルト中隊の捜索依頼だな。
きな車ですね。まあな。四大動力車ライセンシーの中でもスポーツを得意とするインゲルト、その傑作ピックアップトラックを俺なりにカスタムチューンしててな。特にフロントと足回りを。すごい車なんですね。朝っぱらから何をぐちぐち言ってやがる。むにゃ、そうだよアニエスちゃん、フェリちゃんもバンはついでに。それとこれ持って行ってちょうだい。サンドイッチにミルクにコーヒー、モーニング代わりにどうぞ。いいのよ、お客さんをもてなすのは当然だから。あなたの故郷だってそうでしょ。お前さんみたいなちびっこはよく寝てよく食べるのが一番だ。バン、お嬢ちゃんたちにくれぐれも危ないことがないようにな。えへへ、いってらっしゃい。早いですね。それなのにあんまり揺れていませんし、バンさんが自慢するのもわかる気がします。そうだろそうだろ。あと10分くらいで首都高を抜けて北の国道へ出る。そしたらこいつの速さと安定性をもう少し味わわせてやるよ。すごい、もっとスピードが出るんですね。安全運転でお願いします。
なんです。伝説的な弾があって、西風の旅団、人数は少ないけど大陸西部で双璧と言われた団で、王っていう人に率いられたスペシャリストの集まりだったそうです。アイーダさんはそこの部隊長としてずっと活躍してきたそうですけど、5年前その団長さんが亡くなって団が一旦解散してしまって、それで今所属しているアイゼンシルトに移ったそうです。フェリちゃん、アイーダさんからいろいろなことを教わったんですよね。知識や思いはきっと大切な絆を手繰り寄せる手がかりになると思います。だから大丈夫。バンさんはもちろん、私も微力ながらお手伝いしますから。アニエスさん、はい、ありがとうございます。